続いてはシナプティックドライブ。自分のロボットをカスタマイズして対戦するゲームです。じゃあ僕はボディはこれで武器はこれっと。我ながらかっこいい。見た目も大事ですが、私は相手とステージに合わせてカスタマイズ。これで決まり。それじゃ早速対戦。よし、いくぞ。そんな攻撃じゃ甘い甘い。次は私の番。こうしてこうして、最後はこれ。避けきれない。誘導弾と高速ビームで追い込んでからのとどめ打ちです。やられた。このステージは障害物が多くて攻撃を当てづらい。こんな時は空中から。ボクさん、上がお留守ですよ。いつの間にカスタマイズ奥が深いぜ。さらに本作はオンライン対戦にも対応しているので、世界中の人とも楽しめます。2つのチームに分かれて戦う2対2のタッグマッチも遊べますよ。シナプティックドライブは2020年春配信です。